はいどうも、マナマンです。今回はですね、守備のコンセプトにゲーゲンプレスを使った状態でやっていきたいと思います。ですね、今レートがですね885で、なかなか連勝ができずに、そのレートが900台に乗らないんですけど、まあちょっと守備安定するかわからないんですけど、ちょっとゲーゲンプレスをつけてやっていきたいと思います。危な、落としてメッシ、対応される。まあゲーゲンがついてることによって守備が OK、 結構前からプレスしてボール取れるんで、それがうまくいけばいい感じになるんではないかなっていう。まあただみんなが前向きに姿勢がいっちゃうんで危ない、ちょっと守備が難しくなる可能性もあるんですけど、まあ前からガンガンボールを奪っていくにはこの方法がいいかなと。いやー、やられる。まあ、セットプレーはゲーゲン関係ないからね。これはコーナーキックを与えてしまった自分の責任。いやー、相手のプレスも結構早くない？立て。くわーっと取られる。ナイス。このボールダッシュはゲーゲンの効果が多分出てると思うんですけど、くー、さすがに無理。立て。くわー、ここなー、ラインが高いんだよね。これ監督がダメなんかな、やっぱ。結構ね、ディフェンスラインが高い監督なんで、ちょっとミスったね。なんか変なとこで、バツ2回が入力入っちゃった。そこじゃない。いやー、ちょっとここでトレンドきつい。オッケーオッケー。ミスってくれてる。出ろ、よしよし、危な。かぶっちゃうんだよな、今のもネイマールと。ほい、ここちょっとディフェンスラインがいない。ネイマールがこけてる間に事故ってる、なんか事故ってる。よし、 OK。 いやー、そこ、おお、ナイスボール。これはいけるんじゃん。おお、ニアで。完全にちょっと狙ったところとちゃうかったんけど、まあ、オッケーオッケー。いやー、取れねえか、ここだよな。中盤がめっちゃ開く。あぶねえ、コーナーカットされた、つらい。なにそれ。いやー、嫌な位置。
してくるだろうね。多分直接はないと思うんだけどな。さすがにショートパスで。おーおい、狙ってきた。怖すぎ。いやこれ負けんのつらい。お、いいんじゃない。珍しく、この位置で奪えるのでかいよ。ゲーゲンいいかも。今んとこハマってる。まあ、ただスタミナがいいやこれはないわ。簡単にやられるもんね、点取っても。なんなんだよな、全然安定しないわ。安定はしないんだけど。ファルない。うわー出ちゃうし、シュート3本しか打ってない。相手の方がシュート打ってるっていう。いやポゼッションができねえ、マジ。相手の方がうまいんだよな。ファル、うん、さすがに。中シュート、うう、OK、何それ、やばい。 OKOK、一回落ち着こう。うわー当たるし、中央警戒。さあもう一回作り直していきたいよ。うわパスミスひどい、うん、まパスミスひどいっすね。いやーファウル長さん取られた。ピケ負けんの。いやー同点か。ディフェンスライン人がいないんだが。キープしたところで、そうですね、まあ、このワンツーシュートで終わりたい。ノーハル、ノーハル。さすがに、うわーシュートじゃなかったんだけど、やばい。カウンターやばい。おい、ナイス。最悪、くあー最悪だ。おおナイキ、いやーどうしようかな。スーパーサブチャロフ入れて、いやーこれどうしようかな。ボランチスタミナがまだあるけども、まあもうちょい様子見かな。この試合セットプレーから失点しています。ボール球には注意した方がいいですよね。
りあえずピケを真ん中に置いてセットプレーだけは絶対に防ぐ。オッケー、セカンドボール奪えそうやったのに取れない。危ない、ファール。まあ直接は無理やろ、さすがにショートパスで。いやー来ると思うんだけど、狙ってきたね。一瞬焦ったよね。うわーマジかショーも考えんとあかんからね、これオンチャレやから。いやこのセットプレーで点欲しいね。キッカーが違う、ネイマール。さあこれで後ろにそらして、やば。オッケー。嘘でしょ。もっと行け。いやーピケがついていっちゃう。おお取れた。出ないでよ。最悪です。危ねえ。いやー怖えなこれ。危なー、明日やったらオフサイドやった可能性もあるけど、そこ？ナイス。くわー。お。いやーコーナー。やばい、ビエラが死んだ。さすがに変えるか。あどうしようかな、フェルナンジーニョ変えて、ディマリアしかねえよな。センターバック2人あげるのはちょっと怖い。さあさあさあ、これ手前に来てんのがフェルナンジーニョなんだよな。それは無理っしょ。いいとこまで攻めたんですけどね、終盤での攻め合いは。いやー出ちゃうし、このパスミス結構多いよね。
マジで惜しい攻撃でしたけどもね。いやオフサイドか、結構いい動きしてたけど飛び出しがちょっと早かったようです。ギリギリのところですけどね。オブバイ負ける、危ない、繋いでいく、繋いでいく精神。自分で行く、これはきつい。ラスト、そこバルセロナ、これは奪い返します。くわー無理か、延長、うん、ここで後半終了の笛です。90分間で決着つきませんでした。さあ後半も終わりました。お互いの持ち味の出たいい試合内容ですよね。交代枠全部使ってるからね。プレーを期待したいですね。そうですね、延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあ、どちらが仕掛けるか。くー、奪って。マジで。いやー。おー、怖え。やばい、シュート決められそうになった。ピケ VS ピケ、相手の速いカウンター、これを何とかしのぎました。 OK、 いい攻撃をしていても相手チームは、いやーポグバー、いやーまだ時間はあるけど、メドベドかっけーなー。ここライジング、ライジングかな、ドロップか、ポグバはドロップか。いやー、まあ残り時間まだある。さあまだ時間はあるんで、いやいやいや、さあコーナーキック、バルセロナ、バルセロナ3本目のコーナーになります。いやダメか、ちょっとトリッキーな、トリッキーなボールをちょっと使ってみましたけど、ネイマール、ネイマール来た、オッケー、よしよしよし、さあラストは残り15分、まずいよ、まずいよ、いい飛び出しでしたけどもね、ほんのちょっと出るのが早かったですよね。ジェラール・ピケ、まずいか、ヘルナンチーム、あぶねえ、もうみんな足が止まってる。
を受けながらのドリブル。裏へのスリーパー。きつい。このこぼれ球が怖い。やばい。いやもうみんな足がダメで足がダメってなんだ。うわー出ねえ。受けない。いやーちょっとオフサイドないの。いやーファール。いやーこれ変にやってミスったら終わるかな。さすがにちょっとうわー無理か。いやー最悪。もう最悪だ。まあ、結果ゲーゲンプレスはダメだったってことで。いやーゲーゲンダメか。もうちょいねなんとか守備したいんだけどな。失点多すぎるよね。ディフェンシブつけるか。いやそれつけてもあんま意味ないような気がするんだよね。まあディフェンスラインのがやっぱ総合値低いからな。こっちレベル上げろって話になるんだけど、まあねちょっと試行錯誤ですね。てな感じで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。